25年6月24日は、日本の実業家、政治家、規制本選付設の功労者。現氏元年11月11日、木の国室郡浦上村で、山口俊道の長男として生まれる。陽名は春太。若山医学校を経て、東京外国語学校ドイツ語科を卒業し、東京大学予備門に転じて医学部への入学準備に専念した。しかし、 当時左官になっていた自由民権運動に共鳴して、板垣大輔の自由党へ入党し、議会解説の休務を提唱した。明治18年に、不創生団社を設立し、雑誌通信録を発行したが、法に停職して禁庫1年6ヶ月、罰金100円に処せられて投獄された。出所後の翌明治19年に、イギリス戦績の貨物船で、アメリカへ密航し、 在留日本人愛国同盟を組織して、海外発の日本語新聞、新日本を発行したが、同市場で日本の反発政治を批判したため、政府は同市を輸入禁止処分にし、帰還のものを押収した。明治21年、活字を購入するため一時帰国した際に逮捕され、公金1年3ヶ月の後、後半で5年8ヶ月の重金庫の判決が下されたが、 控訴中に大日本帝国憲法交付の退社によって出国した。明治26年9月、和歌山県会議員に東室郡選挙区から補欠で選出されたが、翌明治27年10月に辞職して上京をする。明治31年の第5回衆議院議員総選挙に、和歌山県第3区から出馬して当選し、以後連続6選を果たす。故郷の和歌山県を、 陸の孤島の状態から解消するため、規制鉄道不設を提唱し、右予曲折の末、大正7年に改正鉄道不設法案が衆議院、貴族院の両院で可決され、翌大正8年からの着工が決定。日露戦争の際には、君四等旭実賞受賞を受賞。明治45年の第11回衆議院議員総選挙では落選したが、大正9年の 第14回衆議院議員総選挙で復活当選を果たして君さん党に少女し、大正13年の任期満了まで務め、以後は立憲政友会委員会団の言動として活躍した。昭和25年6月24日、死去。去年87。山口家の本籍地は明治39年4月に東京府へ移されているが、昭和15年には、 那智駅に聖徳碑が混流され、帰省本線の敷設に尽力した熊野の功績を伝えている。山口熊野聖徳碑。ありがとうございます。